こんな製品は日本人にしか作れないよ。日本が製造するある製品が海外で話題になっています。皆さんはフッ化水素という物質をご存知でしょうか。スマートフォンなどの液晶パネルや半導体基板の製造過程で使われるこの化合物は、実は日本企業が世界で7割のシェアを握っているのです。そんな中、フッ化水素の国産化に着手したのが脱日本を掲げる韓国でした。韓国製フッ化水素は日本製のものよりも安価で高品質である。そう豪語する韓国企業に、あのアップル社までが自社製品に使うフッ化水素を韓国製に乗り換える決断をしたといいます。しかし、それから間もなく iPhone で動作不良が相次ぎ、日本のフッ化水素が代替の効かないものであることを世に再認識させることになりました。一体なぜ日本だけが高純度のフッ化水素を製造できるのでしょうか。今回は日本企業の驚くべき技術と韓国の失敗、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。世界を支える日本の高純度フッ化水素。フッ化水素とは、水素とフッ素が結合した化学物質です。毒性が極めて強く、サリンや核兵器の製造にも使用できることが知られており、その致死量はわずか 1.5g ほどと言われています。大抵のものを腐食し、揮発性も高い非常に危険な物質で、人の皮膚に付着しただけでも体内に吸収されてしまうため、実験などで扱う際はマスクや手袋を着用することが義務付けられています。このように人体に様々な悪影響をもたらすフッ化水素ですが、世界では欠かせない素材として広く活用されています。主な用途は、代替フロンの原料、電球の内側の艶消し、ガラスの表面加工など多岐にわたり、フライパンの表面処理に使われるフッ素樹脂の原料でもあります。しかし、数あるフッ化水素の使用目的の中で最も重要なのは半導体の製造です。この物質はガラスやプラスチックさえも腐食する強い反応性を持つため、その特性を利用し、半導体の製造工程におけるエッチングやクリーニングなど工業分野で広く利用されているのです。エッチングとは、半導体の表面から不要な部分を精密に取り除く工程を指します。フッ化水素は半導体デバイスの基板となるシリコンウェハーから酸化シリコン層を選択的に除去することができるのです。これにより電子回路を形成するための微細なパターンをウェハー状に作り出すことができます。そしてシリコンウェハーの表面に付着した不純物を除去する際も、フッ化水素は効果的に用いられます。半導体の洗浄工程ではナノレベルの微小なゴミも許されず、このクリーニング工程によりウェハー表面を清潔に保つことができるのです。この2つの工程、エッチングとクリーニング工程によって、半導体デバイスの最終的な品質と性能が左右されると言われています。そのため、超高純度のフッ化水素は高品質な精密機器を製造する上で欠かすことができません。ですが、半導体の製造に使用するフッ化水素は 99.99% 以上の純度が求められます。純度が高いほど欠陥や不具合が減り、性能が向上するのだそうです。そして、このクラスのフッ化水素を作ることができるのは日本だけだと言われています。実際にフッ化水素のシェアは日本が世界の7割ほどを占めており、中でも半導体製造に用いられる高純度フッ化水素はほぼ日本企業が独占しています。なぜ日本だけが純度の高いフッ化水素を作ることができるのでしょうか。それには我が国の高い技術力が関係しています。純度の高いフッ化水素を量産するには、製造する際のバルブやタンクを溶けない素材で作る必要があります。そして、容器に入れる際に不純物が混ざらないようにする高度な技術も求められます。実はこれらの技術の特許を持っているのが日本の森田化学工業であり、ステラケミファと森田化学工業という日本企業2社がこの市場をほぼ独占している状況なのです。このような背景から、高純度のフッ化水素は日本以外の国で作ることが困難だとされ、半導体の製造には
日本製のフッ化水素が必要不可欠になっています。それ以外の国のフッ化水素は、純度が低く、半導体製造がなかなかうまくいかないのです。フッ化水素を他のもので代用する研究も行われているそうですが、今のところ実現はできていないのが現状です。現在、半導体はスマートフォンやパソコンだけではなく、自動車やモニター、その他、多くの電化製品に使われています。ですが、フッ化水素がなくては、半導体を作ることはできません。半導体を作ることができなければ、世界中の人々がスマホやパソコンなどの文明機器を使うことができなくなってしまうのです。このことから、世界の半導体は日本が支えていると言っても過言ではありません。そんな中、フッ化水素の自国生産に着手したのが韓国でした。2019年、韓国メディアは、半導体向け高純度フッ化水素の国内生産に成功した、と報じました。これを受けて、スマホ市場で独走状態だったアップル社が iPhone の生産工程で使用するフッ化水素を日本製から韓国製に乗り換えることを公表したのです。ですが、この決断が悲劇を生むことになります。韓国製のフッ化水素で作った半導体は、iPhone に致命的な不具合をもたらしたのです。日韓貿易戦争の犠牲者？アップルがフッ化水素を乗り換え。アップル社が iPhone の部品の生産工程で使用するフッ化水素を、日本産から韓国産に乗り換えた背景には、2019年に日本政府が行った韓国への半導体原料の輸出管理の厳格化がありました。2019年、日本政府は、フッ化水素、フッ化ポリイミド、フォトレジストの半導体素材3品目について、韓国への輸出管理の厳格化を行いました。日本は当時、これを安全保障の観点からの見直しである、と説明していましたが、実際は、当時の韓国における、ムンジェイン政権に対する対抗措置であるとみなされています。フッ化ポリイミドは化学兵器の製造にも使われる物質で、フッ化水素とレジストは戦闘機やレーダーなどの通常兵器に使われます。日本政府はこれらの素材が韓国から北朝鮮に流れた疑いを払拭できないことを理由に規制の強化に踏み切ったのです。そしてこのわずか3品目の規制を強化しただけで、韓国では天地がひっくり返るほどの騒ぎが起こりました。対象となる品目の輸入が停止すると、半導体売上高で世界1位のサムスン電子や同3位の SK ハイニックスといった韓国企業にとって大打撃になるからです。半導体産業が壊滅すれば、韓国経済に深刻な影響をもたらします。韓国は日本のこの輸出管理の厳格化に強く反発し、国民の間では強力な日本製品不買運動も起きました。そして韓国政府はこれを不当であるとして世界貿易機関 WTO に提訴し、さらには日本を優遇対象国から除外しました。日本によるこのフッ化水素の輸出管理の厳格化は、半導体を国の主要産業としている韓国にとってそれほど大きな出来事だったのです。そして韓国は国内でのフッ化水素製造を急ピッチで進めざるを得ない状況に追い込まれました。この輸出管理の厳格化の強化後、韓国はフッ化水素の国産化と輸入先の多角化を進め、2019年の秋頃から国産品への代替を開始しました。自国産フッ化水素の製造に取り組んだ主要な韓国の化学メーカーはソルブレインという会社でした。同社はもともと日本から輸入した高純度の液体フッ化水素からエッチング剤を生産していた企業です。しかし日本による輸出管理の厳格化を受け、中国産や台湾産の液体フッ化水素を原料にフッ化水素の製造を始めたのです。そしてソルブレインは間もなく高純度のフッ化水素の大量生産に成功したと発表しました。すると韓国の代表的なエレクトロニクス企業である LG ディスプレイが自社製品に使用するフッ化水素を自国産のものに切り替えました。続いて2019年9月にはサムスン電子が半導体製造工程の一部で韓国産フッ化水素の使用を開始します。韓国エレクトロニクス企業はこぞって国内の化学系企業と協力しながら
フッ化水素の国産化に取り組んだといいます。そして脱日本の成功を強調する韓国は、世界の大手メーカー各社に向けてこう PR しました。韓国製フッ化水素は日本製のものよりも安価で高品質である。アップル社が自社製品に使用するフッ化水素を韓国メーカーのものに切り替えたのは、韓国が自国産フッ化水素による代替を進めていた2020年のことです。しかし韓国製フッ化水素の使用を始めて間もなく、 LG 社製のディスプレイが多数廃棄されたというニュースが報じられることになりました。同社の有機 EL パネルを使った iPhone の液晶でディスプレイに縦縞が入るという製品不良が頻発したのです。そしてこの結果、100万枚以上ものパネルが廃棄されたといいます。驚異の12-9、日韓フッ化水素戦争の終結。この不良品の大量発生は、フッ化水素を日本製から韓国製に変更したことが原因だと言われています。一時は国産化に成功したと伝えられていた韓国産フッ化水素ですが、純度が低く使用に耐えられるものではなかったと韓国メディアも報じています。結果的に韓国は日本のフッ化水素を自国産に代替することはできなかったのです。なぜ韓国は日本と同等の品質を持つフッ化水素を製造できなかったのでしょうか。日本産フッ化水素が替えのきかない素材である理由として、まず挙げられることに、その純度の高さがあります。特に日本製の半導体製造用のフッ化水素は 99.999999999% の純度を持つと言われています。つまり不純物の濃度が1兆分の1という極めて高い純度を実現しているのです。これは幅10メートル、長さ50メートル、深さ 1.5 メートルのプールを満たしたとき、1ミリ角の食塩が溶けただけでも達成することができない数値です。このように限りなく 100% に近い高純度を誇る日本のフッ化水素は、9が12個並ぶため12-9と呼ばれ、高度な半導体製造において特に重要な役割を果たしているのです。液晶パネルなどの集積度が比較的低い製品には、純度 99.999% の59クラスのフッ化水素も利用されることもありますが、 iPhone などの超精密機器に関してはそうもいきません。どちらも 99% ならそれほど大きく変わらないのでは、そう思う方もいるかもしれませんが、半導体製造の世界ではこの数値は天と地ほどの差があるとも言われています。肉眼では見えない不純物でも10ナノ以下の世界では致命的なダメージとなり得るのです。ごくごく微量の汚染物質がフッ化水素に含まれているだけでも製品の最終品質に関わるためです。韓国も日本の規制強化を受けてから、フッ化水素の国産化を進める中で純度の向上に取り組んできました。ですがその品質については69の純度、つまり 99.9999% までしか到達できなかったのです。このことが原因となり、アップル社は iPhone 生産計画に大きな痛手を被ることとなりました。そして脱日本を図った韓国のフッ化水素国産化は、結果的に日本の技術力の高さを世界に広く知らしめることになったのです。それから時を経て、2023年7月、日本との関係性を重視するユン・ソンニョル政権によって WTO への提訴が取り下げられることになりました。日本は優遇対象国に再指定され、韓国からは日韓関係の改善に向けた積極的な姿勢が示されています。これに呼応して、日本も韓国を輸出手続きの優遇対象国であるグループ A に再指定し、過去に強化された半導体素材の輸出管理を緩和しました。日本による韓国への輸出管理に関する強化措置がこの時4年ぶりに全て解除されたのです。韓国は脱日本を掲げたが、結局は日本に輸出管理強化を解除してもらうようにお願いするしかなかったのだ。この日本と韓国との輸出管理問題の顛末は、海外からはそのように捉えられているようです。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからコメントが届いているので、その一部をご紹介します。伝統的に受け継がれてきた様々な技術が日本にはある。
その技術力はいろいろな分野で役に立っているんだ。残念ながら韓国にはそこまでの力はなかったようだね。なぜなら作る人たちが日本人のような我慢強さを持っていないからだと思う。何度も失敗して何度も挑戦してきた日本の技術者を打ち破ることはそう簡単にできないっていうことさ。日本は職人を大事にする国だよね。だから技術大国になれたんだと思う。日本の職人は模倣だけでなく質や性能の向上も行ってオリジナルを凌駕してしまうんだ。日本のように人材を大切にできない国や企業はやっぱりダメなのかもね。129の復活水素はそう簡単には作れないよ。基礎科学や応用科学の理解が必要だし、大量生産までには優に10年以上はかかる。バルブや保管容器も作るとなると四半世紀はかかるだろうね。日本の技術者の優秀さと蓄積された細かな技術はいくらマネーパワーがあろうと一長一短で真似できるものではないんだ。59規格の復活水素は中国ブランドの格安スマホにとっては十分かもしれないけどね。でも日本にはそれだけの技術力があるのになぜ国は豊かにならないんだ。それが全てを物語っているだろ。韓国の技術力があればいつでも作れるし、すぐに日本に追いつくさ。そして他の分野もどんどん国産化すればいいんだ。9が12個もつくなんて信じられない。こんな製品は日本人にしか作れないよ。ロケットやリニアモーターカー、新幹線やゲーム機器、ネジ一つとっても日本は高品質なものを作り続けてきた国だ。本当に尊敬するよ。日本人にパズルを作らせたら世界一難解なものが出来上がると思う。それくらい日本の職人の仕事は繊細かつ緻密なんだ。いかがでしたでしょうか。世界中のどこを探しても代替するものがない日本の超高純度復活水素。その裏には日本の匠の技術が隠されていたのですね。129と呼ばれるとてつもない純度を誇る日本の復活水素は、たとえ韓国企業が図面やデータ、さらには個々の技術者を手に入れたとしても実現できないでしょう。製造現場も含む日本の企業やチームそのものが匠の技の根源であり、他国では真似しようがないのです。もし日本がなかったら世界の技術はどうなっていたのでしょうか。そんなことを考えさせてくれる一連の出来事だったのではないでしょうか。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。